なりたい自分になり自分を思い通りにするセミナーということでやっていきますこれは全3回でお届けしますけれどもねもうこれすごいですよはい問題です10年前になりたいと思っていた自分10年前の自分が10年後こうなりたいなって思ってた自分に今なってますかね、10年前の自分から見たら今、今ここにいる自分が10年前の自分ですよね あじゃ10年前の自分じゃないあの十年前になりたいと思っていた10年後にこうなりたいなと思ってたのが10年前に思ってたのが今10年後の自分なわけですね。これななりたたいいいと思っっっててて自分に正直なってるっていう人いますかねえ「はい」ってあの自信満々に手を挙げて「あのな,なってます」「本当こんな風になりたかった」「今そういう風になってます」っていう人がね 結構ね案外少ないというかほとんどいないんじゃないかってでかっていうとどん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 なりたい自分が変わっていきますし実際に10年後ねあの今いる10年前、まあ、例えばまあ何歳だかわからないですけれども例えば30歳の時に40歳の時こんなふうになってるんだろうな例えば、あのー、会社の社長になってるんだろうなとか会例えば年収いくらになってるんだろうなとか例えば独立してんだろうななんてそんなことをね思ってたかと思いますけれどもなってますかじゃあ 別の質問しますね今までそういう自分になりたくないと思ってわざと悪い選択肢を自分で選んできたことがあり1回でもありますかねなりたい自分にそうですよねこの問題の最大のポイントはそこなんですなりたい自分になれるなりたいと思って10年間一番いいと思う選択肢を選択し続けてきたにもかかわらず その時き、そのとき、ね、一番これがいいな、疲れてるから今日は休みたいなとか、ね、そういうのもねあの結局休んだんだったらそれが一番いい選択だったわけですよ、ね。その時の自分の能力とか体力とか、いろんなものの中で、その制約の中で制約のない人間はいませんからね、一番いい選択肢を選択してきたにも、それをし続けてきたにもかかわらず、なぜなりたい自分になっていないのか、この質問した時に、ね、ほとんどの方がなりたい自分に。 なっていませんと10年前に思い描いていたこうなってるだろうなっていう自分になっていないっていうふうに答えてるんですね私が聞くとじゃあなんでですか最悪の選択肢を選び続けた結果なってないんですか違います最良の選択肢を選び続けたにもかかわらずなってないこれが不思議なんですねということでそのメカニズムについて今日は解説していきたいと思うんですけれども、まあ、その前にね、まあ、これから話す話にも関係あるんですけれども チャンスをつかむ方法っていうのをシェアしたいと思います。これいろんな方に、澤さん、どうやってチャンスをつかむんですかってね、あのまあ、たまに聞かれるわけなんですけど、私がいつもお答えしてるのはシンプルに、この4つくらい説明しますけども、一番上の方法、これだけやってれば、もうあ,らあらゆるチャンスが大体つかめます。このチャンスをつかむ方法、ねまあ4つ説明しますけれども、自分を暇にする、えー、<laughs> そんなことが、そんなことがチャンスを 掴む方法なんなんんでですすかいやそうはっきり言って、これが一番効きますチャンスっていうのはですね、あのチャンスとか縁とか、これ、例外なく人が持ってきます。誰かが持ってきてくれるんです。この人が持ってきてくれたものに対して、大体、まあ、私もねあの、国家公務員とかやってたときは、平日の昼間、無理でしょうってなるわけです。そうですよね、だからそんな無理でしょ、普通に考えてって、その普通に考えてるのは誰ですかあなたです。 まあつまり、その日、暇でない自分っていうのが当たり前になってるわけですね。で、私がどん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 チャンスをつかむようになっていったのは、こう全部自分で自分の時間を管理して、24時間いつでもずっと暇にしたからなんですね。だから、だいたいすごい人、すごい人と友達になりますよね。で、すごい人に友達になったときに、いきなり、明日の昼12時から、これ場所言わないんですよ。東京で何 会があるるけど来るみたいなねそんなのがいきなりポーンとくるわけですでもこれ毎日何か予定入れてたらどうですか明日の昼はね会食入ってんだよねってまあまあ,あのそれがねすごい人だったらもうねあの飛びついてその会食キャンセルしてそっち行けばいいんですけれどもあのもうすごい人ほど内容言いませんまあある意味試してるのかもしれませんねこの人来れる人なのかな実はこの業界にこういう言葉があって えー、結界が張られていて来るべき人しかそこの場に来れないっていう言い回しがされるんですね。例えば、ちょっといい回がありました。この回に呼ぶ人誰にしようかな、あの人呼ぼうと思ってたんだけど、急にキャンセル入っちゃったんだよねと言った時にたまたま私の名前が思い出された、その瞬間に明日の昼12時から東京どうっていうのが送られてくるわけです、そのすごい人から。その時にいいいいやすすませんん仕事でといいんでと 仕事の方がその誘いよりもずっと重要であるという自分の価値観に基づいた行動なんですね。なので、あのそういう価値観を持ってる人はそういう行動をとっていいんです。なぜならば、仕事を無断で休んだり、ドッタキャンしたりすることによって自分の信用が落ちるという価値観、そっちの方を優先してるわけですね。別にあの休んでいけって言ってる話は今してるんじゃないですよ。とにかく、チャンスっていうのはそういうすごい人であればあるほど、まあ、ある意味た試してますし、結界が。 貼られていて、その、もうすごいいいセミナーとか、その来るべき人しか来られないなんていうことがあって、そこであの知り合った仲間っていうのが強い結束になってですね、すごいことが起こってたりするわけなんですけれども、もう一言で言います。自分を暇にしてください。もうずっと暇にする。もう、だ,だか私、いつも暇です。<laughs> いつも暇で、あの、まあね、暇暇でもその時にやることやってますよ。あの家でね、子供の面倒を見たり。 ね、あの本読んだり勉強したりプログラム書いたりやってますけれどもそれは別にねいつずらしたってネタっていいわけじゃないですかでねこれと同じことなんですけども2番目のこと自分の価値観で判断しない、えー、自分の価値観以外で判断できる人いるんですかっていうねこういうだってね自分の価値観って自分の脳みその中に入ってるんでしょ自分の脳みその中に入っているその価値観を使わないで 判断しなさいってこれ無理ですよねだって判断して自分の脳みそなわけですから無理なんですけどそれはどういうことかってね今自分が持ってる価値観っていうのがあるんですけどそこにこの価値観を加えてみてくださいまあ枠越えとかね自分の普通今までの自分だったらこれやらないだろうなでもこれは新たなチャレンジとしてやってみよう冒険してみようこれはねあのいろんなところでね冒険とか、えー、枠越えとかビビリチャレンジとか あの要はね人間、ビビることをやらないんですよ、だってやりたくないから、ビビってるわけですよねそういうことをやるっていうのは、これ、自分の価値観で判断してないってことなんですね。だって、普段の自分だったらそうしないよねってことをやってみるから、初めて新たな自分の価値観、今、自分が持ってない価値観に基づく判断ができるようになるわけです。それがチャンスなんですね。だって、自分が普段行かないところに行くっていうのは、自分が普段しない選択肢を選択するってことですよね。 なので、これが、えー、か2番目のチャンスをつかむ方法になります。自分の価値観で判断しない。だって、自分の価値観では全部判断している範囲っていうのは、これはこうなる、これはこうなるってもう分かってますよね。自分の経験の中とか判断の中にあるわけですから。それでね、これがね、案外できてないんですけど、いつ来てもいいように準備する、そのチャンスがですね、まあ、その前に実はチャンスが来てるかどうかっていうのを判定できない人がほとんどなんですけれども。あの この匂い、なんかチャンスっぽいなっていうのをあの判定して、えー、そのチャンスらしきものが来たときに、うわーってだいたいこうなります。うわー、それって明日だったら間に合ったのに、こういうことを言ってる人はね、明日になっても同じこと言ってます。なので、もうね、あの普段から、孫正義に会ったら絶対これを言うっていうのを決めておくわけですよ。まあ、孫正義じゃなくてもいいですけどね。あの 折口正弘さんに会ったらこう言うとかね、あの全部決めておくんです。それがいつ来てもいいように準備するってことですよね。私は3時間前まで、えっと、アパグループの社長の元や夫妻に会うことを知らなかったのに、その時いきなり決まって、それから3時間後に元や夫妻の部屋に行って、ワイン会で、えー、ワインを一緒に飲んでいましたという経験があります。この時に いやどうしようかなって言ってからね、えー、あすいません、私、なんでもないひげの和服の男なんですけど、こんな場所に呼んでいただいてありがとうございますとか言ってて、ね面白いですか面白くないですよね。だから、そういう人に会ったとき、こんなこと言おう、あんなこと言おう、そしてこういうことをぶち上げて、えー、浅尾さんってすごいな、面白いなって思ってもらうっていう、そういう準備が必要なわけですよね。つまり、いつ何が来ても、何が来てもっていうのは、自分がこういうチャンス来いって願ってるから、その準備してるわけですよね。 そのチャンスが来てもね、うわ、ダメだあの準備整ってないから明日って、こういう人はもう一生来ませんっていうか、そんな人にチャンスをあげようとあなただったら思いますかねえ、そういう、そんなこと言ってる人を、ね、今から3時間後にテ屋さんのところにあのワイン会あるんだけど、行きませんって誘いますか、そういう人、あなたが誘う側だったら。そうですよね、そうなんです。 だから何が起こってもってね、もうとんでもないことが起こることまで全部想定できませんけれども、少なくともなりたい自分になる過程で、あこの人に会ってんだろうなっていう人、ね少なそれとか、私はね、大体その会いに行く前にその人の本を最低1冊は読みます。読みきれないときはもうね、アマゾンで、もうね、あの目次を見,見る。目次を見ただけで、その本で言いたいこと大体分かりますよね。そそうなんでですだからそれだけでもうあ こういうことを言ってるのねで話の節々に、えー、なんかそういうのが出てきたらああの先日の著作の著作のなんとかかんとかの、えー、真ん中くらいで書いてあったあの話ですねって言うとあ読んでくださってるんですかもうこれだけで一気に距離縮まりますよねそうなんですこういうのも準備ですよねそして、えー、チャンスを掴む方法まあ一番はね自分を暇にするってことなんですけど暇でも話そほじくったまま、えー、あああメールが来たあ行かねえとかって言ってたらダメなわけです。 そこに行く、ね、そこに行って行動するっていうことが大切なんですね、そうなんです、行動っていうのは脳から神経細胞に伝達して、ね、電気を流すってことなんですそう、そしたら筋肉が動きますね、筋肉が動くっていうのが行動なんです、脳から筋肉に指令を出す、だから私のベロが動いて空気が震えて、今、声になってる、ね、声を出すのも行動ですよね、そしてそこに行く、ズームセミナーがあったらね、そこに行ったらその声が聞こえてくるわけです。 なぜかねテレビの前に座ってたらコカコーラの CM がの流れてきてコカコーラ飲みたくなるっていうただそれだけなんですこの声が聞こえてきたらへ、hey, なるほどって思うようなことが入るわけですねそこにいるかどうかで人生が変わるんですそれがチャンスを掴むってことなんですその上であこの人面白いな次も会いたいなと向こうに思わせる自分になれるかどうかはさらにチャンスを掴む方法としてねまた次回以降やっていきたいと思いますけれども。 これは、えー、とりあえずチャンスをつかむ方法ということですね。そしてもう一つ。ね、こう皆さんね、あの前回のアンケートでもう何が知りたいですかって聞いたの結構時間にレバレッジをかける方法っていうのが知りたいってことで、時間にレバレッジって何ですかと。ね、レバレッジっていうのはテコですよね。てこ。まあ、だからレバーでバーンってこう少し少しの力で大きなものを動かす。これがてこです。じゃあ時間にレバレッジをかける。 ね、同じ1時間を過ごして、1時間の生産物だけを手に入れる、これ、普通ですよね。で、1時間使ったら、そこで100時間分の何かを生産するっていう、こうそしたらこれ、時間、レバレッジがか,かったってことになりますよね。だから、同じ 50, 50年間生きてきた人でも、レバレッジをかけてるかかけてないかで、全く動かせる人生が変わってくるわけです、人生と自分の周りがね。 人生とかそういうものの話は後ほどしますけれども、じゃちょっとこの単純に時間を、もう簡単に言えば時間を有効活用する方法だと思ってください。はい、これも、ね、あの普通の人と同じようなことは私、言いませんよ。あのね、これいきなり配偶者と書いてありますけれども、意味わかんないでしょ、時間にレバレッジをかける方法、これを、ね、明確に言います、ほとんどの人ができていません。配偶者が自分と同じ方向を見て行動している、これが、ね、実は第1位なんです。 私はいろんな、まあ、これから説明する方法も全部ね、あの時間にレバレッジをかける方法でいいですよ。なんで配偶者かっていうとね、なんだかんだ、まあ、結婚してない人はまあ配偶者いないんでね、いいんですけど、結婚してる人って、配偶者が家にいるわけですよ。そうですよね、ねまあ、別居中ですっていう方は別にいいんですけれども、家にいるその人が自分の行動にすべてブレーキをかけるような言動を取っていたらどう思いますかその人行動できますか その人の時間はどれくらい無,無駄になりますかそうです、私がえー、っとね、今週末はね、これやって、あれやって、やりたいんだと言ったらね、あなた、そんなことを言ってね、あの、貴重な空論で全部できるわけないでしょ。ね、あなた、そ,のそんなことやるんだったらあの、お庭のお手入れしてちょうだいとかね、まあまあ、別にそう言ってもいいんですよ。言ってもいいんですけど、私のやる気はどうなりますかね、上がりますか下がりますかいや私はこういう計画を立て,て、てこの土日はこういうふうにやってね、君を喜ばせるためにこうしたいんだって、あなた、そんなことを言ってる暇、 なくてもっと、あのー、こんなことやってちょうだいとかってね要は自分と同じ方向に向いてるか向いてないかで自分のパワーが、ね、全く同じ方向に向いてたら2倍3倍になるのに対して全く逆に向いてたらどうですかもう,もう家に帰りたくねってね実は私もねいろんなかいろんなご家庭をあの見させていただいている、あのーまあ、あのコーチングとかですねやっているとこう感じるのがですね案外もうはっきり言います半分以上の方が。 配偶者をひ <laughs>、まあ、一言で言うとうまくいっていない <laughs> うまくいってないってことは、まあ、ブレーキがかかるわけですねそ,その上で質問しますよ親何神道ですか親親一神道ですね子供何神道ですか子供一神道ですよねじゃあ配偶者何神道ですかゼロ神道ですよねつまり法律上は同じ同じ、まあ、義務というか、まあ、要はお金の受け渡しがあっても別に 関係ないよって言われている、まあ、あの要は一心同体なわけです、法律上。そんな世の中で一人だけです、配偶者だけです、自分と一心同体と法的にも見なされているような存在、そして自家,家にいる時間は最も長く、まあ、場合によっては同じベッドで寝て、ね、同じものを食べて、それだけ時間を共有している人が自分の考え、 と全く同じ行動原理に基づいて行動しているのかその逆でいるのかこれが一番自分の時間にレバレッジをかけたりブレーキをかけたりします。これ事実ですだってね自分のやる気が一番大切なんですからねあのやる気はウィルパワーっつってあのいくらでも出てくるものじゃなくて一日にこれねあの諸説ありますけど一日に、まあ、10個までしかその人は選択できないって言われてる選択っていうのは選ぶ重要なことを決断して選ぶってことですね。 なぜならばウィルパワーがどんどん減るからです。それはできる人で10個です。我々みたいな凡人は1日に5個です。その5個の中の1個とかが今日飲み会やりますけど、行きますか。うわ、行きたくねえな。どうやって断ろう。嘘をつこうかな。ってそんなことに1個ね、使われちゃうんですよ、我々は。ね、そう,そうやって、あいま1個減ったとか言ってあの、残り4つだとか言って、残り四つは、あ,のあなた今日の息子のお迎えはどっちが行くあ、どうしようかなあの。この間行ってもらったら、そこでまた1個減っちゃうわけです。ね、もったいないでしょ だから、ウィルパワーっていうのは有限なんで、そういうのを減らさないように、スティーブ・ジョブズは毎日同じ服着てたし、イチローもお,お昼ご飯はカレーって全部決めてるわけですよ。ねこれまあ、ちょっと、ね、あの外れましたけど、要,要はあの <laughs>、えっと、一番近くにいる人が同じ行動原理に基づいて、あなた、それは素晴らしいアイディアだわ。ね、あのぜひそ,そうしましょうって常に言ってくれたら、もうこっちのやる気がガンガンウィルパワー上がってきますよね。はい、ということで、もう実はこれが第一位です。はっきり言います。 あの配偶者がいる方は、配偶者が自分と同じ方向を向いてることで、いや、それ、うちの妻は無理なんですっていうね、まあ、うちの旦那は無理なんですっていう人がほとんどです、だから無理なんですっていうところからスタートしてるんで、これね、あの難しい問題なんですけれども、私の場合は、結婚してからね、まあ、ようやく10年になりましたけれども、あの最初のうちは1日に4時間、妻に、ね、投資しました、投資っていうのは、一緒にお話ししたってことですね、その時コツがあるんです。 あのー、私がね、これから話をするけれども、初めて聞く内容のことも多いし、途端に受け入れられない話もあると思うから、私が10喋ったら、9くらいは、えー、な捨てていいからとで、1くらい残ったうちの、さらに半分くらいは、へえ、そうかなって思って聞いといてくれればいいよっていうのを、これ、ずっとやったんですね、そしたら人間、不思議なもので、私が明らかにおかしい、完全に間違ったことを喋ってるのでない限り。 何回も何回も聞いていくと、うん、あ、そんなもんか、ええー、って言って、だんだんね、そういうふうになっていくわけですよ。でこれが、まあ、要はあの、時間にレバレッジをかける投資です。だから我が家は、あのこれ我が家の自慢なんですけどね、あのすごいあの私にあのサポートしてくれますし、まあね、いろんな方を我が家にお招きしても、いや、やっぱり奥さん、すごいですねっていうような、はた、まあ、から見たら、本当にすごい妻なんですね。まあ、あの本当にはたから見ないでもあの、すごい妻なんですけれども。 いやこれが1番です、はい、そして2番目、人脈。当たり前すぎるって今思いましたね。でも皆さんね、やってないんですよ。どういうことか。自分でやろうとしちゃうんですね。自分でやったら、例えばお医者さんにこれからなろうと思ったら何年かかりますか多分ね、10年やっても無理ですね。いや私あの、お腹が痛いんでお医者さんになりますって言って、これから10年やってる人、これ時間にレバレッジかかってませんね。 ね、あいや私あの、訴えられたので今から弁護士になりますって、ね、10年,、ね10年はや、早くて10年ですよね、もっとかかりますよね。この人、時間にレバレリッジかかってますかかかってませんね。だから、ねもうね、できる人に頼んじゃったら、もう1日とか、ね、2日でできちゃう、ね、例えばホームページ作るとか,、ね、か企画を出すとか、ね、できる人が1日や2日でできることをできない人は、ね、10年かかったってできないわけです。これこそが時間にレバーッジをかけるってことなんですよね。 どんな人でも会いたい時にいきなり会って専門的知識をその場で直でズームで1対1で聞けるっていう環境を構築しましたその結果あの千葉真一さんと親しくなってこれから本当にリアルで両手で会うって、ねあのまあ、千葉真一さん亡くなってしまいましたけどもその時に会う前にどんな準備をしたのか、ね、さっき準備大切ってしましたけどどんな準備をした,し,したか。本物の映画監督に 事前にあって、今から千葉真一さんとお話しするんですけれども、どんなことを話したら、千葉さんは面白いと思ってくれますかね？っていうようなミーティングを1時間くらいしたんです。で、私が千葉さんに見せるにあたってちょっとね。千葉さんが面白いと思うようなシナリオを何個か考えて、それもね。お話で何かアドバイスください。とか、これを見せるにあたって、どういう項目立ての方が映画業界的に受けます。受けますか？っていうのを。 本当の映画監督と初めてですよ、その時初めて会った本物の映画監督と、えー、ズームで1時間くらい喋って打ち合わせして、その教えてもらった通りの資料のフォーマットを作って、千葉さんとの料亭での会食に臨んだわけです。だから、急に仲良くなったんですね、千葉さんと。千葉さんのご実家に呼ばれて、マンツーマンでいろいろお話聞くくらい仲良くなったんです。そそそれれははうやってそういう人脈なわけですね、まあ、それはあの日本全国の 当と一声かけたらどんな人でもつなぐことができるっていうようなそういうコミュニティがあって、まあ、それは普通の人ちょっと入れないんですけれども、あのー、その地区で相当な成績を出している人たちだけが入ることができるっていうねそういう社長会のコミュニティがあって、まあ、その時に培った人脈でねもうはっきり言います今でも誰,誰とでも会おうと思ったら会えます。 で人の後ろ背後にはだいたい最低でも44人の,その大切な人がいるって言われてて、でだから一人ね、ねこの人、この人なんかあんまりいい人じゃなさそうだなぁと思ったけど、友達になりましたと。でもその人の後ろに誰が44人お友達がいるかわからないじゃないですか。ということは、その44人のお友達の先にも44人いるわけですよね。そうすると2段階で44の事情 でこれが6人続くと44の6乗で、まあ、大体70億人くらいになって全世界の人口と匹敵すると。だから6回つながれば世界中の誰とも会えるってことがまあ証明されてるわけです。で、これを実際にやってる人たちとやってない人たちがいるんですね。だから私は誰とお会いしても絶対に侮りませんあの。この人と話してても時間の無駄だとかね、思わないんですね。なぜならばその人の背後にものすごい人がいるっていうのを何回も経験してるから。 でまあ、その今度こんな人紹介してくださいああのなんだっけと、ダウンタウンじゃなくて、なん,かあのなんとかあのあの、まあ、芸能人のねあの、なんとかさんと高校の同級生だよとかで、えーとかってなったりするわけですよ。あ、そうなんですかみたいな、まあそれね。聞くだけで合わない人もいますけれども、聞いて、あ、ちょ,ちょ,ちょ,ちょっと今度一緒に遊びましょうよみたいなね、まあ、そんな要は誰、その人が誰とつながっているのかって、はっきり言って、これ。 絶対分かりません人脈ですねでその人に頼んだらもうすぐそうなっちゃうだから私はあのいろんな政治家の方の家とかあのまあなんか俳優の方を家に呼んだりとかまあなんかそうやってほイほイ遊んでいられるのはこういう人たちと一回会ったらもうね紗さん面白いねっていう風な感じになるからなんですよ。あそのどうやって相手を引きつけるのかっていうのはねあの別の回でまたやっていきたいと思いますけれどもこれはもう一言で言うとね次のこの。 ありののままの自分ででいるってことなんですもったいない、何がもったいないか、誰かに遠慮して生きてるんです、みんな。特に私はねそれがよくわかる。なぜならば私は国家公務員という勤め人だったから。勤め人っていうかね、国家公務員は特に、ね、どこ行っても自分の意見の表明ができないわけですあの。自分の価値観で生きてないわけですね。国家公務員の一位なんとか委員としてはあ、こういうふうに言わなきゃいけないなみたいな、もう一人の自分が頭の中に常にいるわけですね。で、そういう人って、まい。 はっきり言いいいますす面白いですかそういう人 <laughs> 会社の,あの,なんかその表示されているあのこう言いなさいのって書いてあるあれしか言わない人あのその件に関しましては広報部の何とかに表示されていると思いますのでそちらの方をご参照くださいと自分の人生においてもそれを言い続けている人ねえあの今度はびに行くあそれにつきましては我が妻の、えー、掲示板に書いてある通り。 えー、妻の決済をとかって言ってる人がいたら、そういう人と話したいですか <laughs> まあいいんですよ、妻を、ね、大切にするのは。私みたいに大切にしてください。<laughs> でも、ありのままの自分が一番攻撃力が高いんです。これはもうね、あのハイン・リシーシじゃなくてあの、攻撃力っていうのは一体何かっていうと、まあ、影響を相手に与える度合いってことですね。影響を与える、相手に与える度合いが一番高いのは、ありのままの自分でいる。まあ、要は もう目から鼻から、今私がっているのそうですよね、誰かに遠慮してますか目から鼻から口からこう自分のあれがもうこう漏れ出してきているわけです、自分の考えが。まあ、例えばね、まあ、よくある例では、私はあなたのことが大好きです、結婚してくださいって言ったら、あのー、相手がね、あ本当に結婚してほしいと思ってんだなと思ったとします。じゃあ、これはどうですかさっきと同じ声で、私はあなたのことが大好きなんです、結婚してくださいっていうね。ね 結婚してほしそうに見えませんでしたね、なぜ鼻くそをじくってるから。つまり、声とか、ねまあ、3つ要素があるんですけど、ビジュアルと音声、ボイス、3つの部位ね、ビジュアルの部位、視覚ですねで、ボイスの部位、そして、えー、バーバル、言ってる言葉の内容ですねの部位、この3つの部位のうち、55%がビジュアルによるものだと。だから、ビジュアルがおかしかったんで、今ね、そういう気を相手が受けない、つまり攻撃力が下がったと。 で音調がおかしくてもダメなわけですね。私、もあなたのことを愛していますとか言ってもあの、愛してないように聞こえるわけですよ。つまり、音調の部位ですね。これ,これも38%。だから、喋ってる内容ってのは結局相手に及ぼす影響は7%くらいだって言われてるんですね。だから、はっきり言います。喋ってる内容はどうでもいいんです。まあ、どうでもよくはないですけどね。<laughs> あの要は、この熱量とかまばたきとか。 あとね、もっと面白いことじゃあ今日はねあね、せっかくなんでお伝えしましょう。あの実は皆さん、話してるとき、どこを見てると思いますかそう、あなたも知らない。実は相手の眉毛を見てるんですね。で眉毛、ピクピク動いてるじゃないですか。この眉毛を、あなたは知らないうちに相手の眉毛を見て、その人が本当のこと言ってるのかどうかを、自分で分かんないけれども、感じている。だから刑務所に行ったら、眉毛をね、沿ってる人がいるでしょ。で刑務所とか。あれは 相手のに自分の心を読ませないようにするために眉毛を剃ってるんですね。だから、その人何考えてるのかわかんないなっていう要は表情が読み取れないわけですよ。そういう人は怖いって思っちゃうわけですね。相手があのわかんないからだから、あの何だっけ？あの平安時代とか顔を真っ白にしてこう。眉毛を隠して眉毛この辺の上の方にポツポツって書いてましたよね？あれ何でだと思いますか？ そうです殿方が来た時にうわー、いちのあの殿が私の部屋に来てくれた、嬉しい、恥ずかしいって顔を赤くしただけで、宮中を追われる世界なんです。顔を赤くしただけで、眉毛をピクつかせただけで、ね、だから眉毛が動かないようにこう、全部白くして見られる、ね、誰と話してても、あのー、なんてか自分の、ね、心が読み取られないようにする、その公家の文化ですよね。 だからおしろいとかいや眉毛剃ったりするのも全部あの眉毛の,その表情を見てるわけです。まあ、ちょっと、ね、脱線しましたけれども、もうありのままの自分でいるのは最も攻撃力が高いと、相手に影響を与えられるっていうことを我々は日々の会話の中でもう培ってるわけですね。ということと、あとはね、レバレッジをかけるっていうのはね、何をしたら一番の正解なのかっていうのは、実はこれね、分かんないんですよ。だってさ あのよし、これからチャンスが来る、パワーポイントを作るのか、それともあの原稿を作るのか、うん、どっちがいいかなってね、それね、どっちが良かったかっていうのは、から分析することはできますよ。でも、そのチャンスに対して、それが未来にどう作用を及ぼすのかっていうのははっきりと分からない、それは人間番で作用が馬っていうね、中国の古事でも明らかですよね。やった、馬が来てくれた、助かるよとか言って。 お,おじいさん喜んでたら果たしてそれはいいことかなとか言ってその馬がね来てくれたことによって、まあ、これ途中からですけれども自分の息子が落馬してね怪我をして悲しむわけです。うわけ怪我した大変だって言ってたら果たしてそれは悪いことかなって言ってその怪我をしたかゆえに戦争に行かなくてよくなったわけとかねこれがもう延々と続いていくのがこの「人間万事作用が馬」っていう孤児なんですけども要は一見いいことはその時そう思っただけで本当にいいのかどうか死んでもわからない。 だって自分が死んだ後にその世界にどういう影響を及ぼすのかって分かんないですからねまあそこで人間番地さよがまって言うんですけどもっと正確に言います神様がこれ別にいなくてもいいんですけど最高の人生をあなたに歩ませようと思っていろんなものを仕掛けてるわけですねよしじゃあ澤、えー、君は、えー、これからねすごい人生を過ごしてもらうために今日は ものすごい悪いことを与えてやろう、でもこの沢君はこれを気づいたら、その悪いことを、あ、えー、あ、これチャンスだと思って準備して、次に来るこれを受け取れるようにするんだとかっていうのをこう仕込んでくれてるというふうに私が勝手に思ってるんですね。だから何が起こっても最良の準備だというふうに思っているときに、目の前のことに全集中、全集中するんです。で鬼滅の刃全集中とか言ってますけれども あれは今目の前に何が正解か分からないので今目の前にあることを全集中それでそれが、ね、本当は1時間で終わるやつが30分で終わ,る終わったとしますそしたら残りの30分で次のチャンスつかめますよね今目の前にあることに全集中する全集中をし続けることによって人生が楽しくなるんです。 脳内麻薬が出るわけですね。で、何をしたらいいのかって迷ってね、いや、これ A をやるより B をやった方が本当はいいんじゃないかって、B をやりだしてると、いや、やっぱり A をやった方がいいんじゃないかって、また A をやり出したりして、これは目の前のことに全集中してないですよね。全集中しないで、迷ってるわけです。この迷ってる時間が一番もったいない。この時間にレバレッジかける方法とチャンスをつかむ方法について見ていきましたけど、さて、今日の本題に入っていきたいと思います。ね 以前ね、人生自在ざさんの話しましたけれども、ね、一番最初にお話ししました。あなたは10年前に、10年後につまり今日ですよね、10年後にこんな自分になってたら嬉しいだろうな、こんな自分にな,なりたいなと思ってた自分に慣れていますかこの質問をすると、大方の方は慣れていません。なってないです。なんでですかじゃあ、逆に質問します。あなたは自分がそうならないような選択肢を選択してきたんですか違います。 自分が一番いい選択肢を取り続けてきた結果、自分が一番いいと思った選択肢を取り続けてきた結果、今ここにいる、今これをやっている、つまりなりたい自分に慣れていない、一番いいものを取り続けてきたのになぜなりたい自分に慣れていないのかそうです、その話をしていきましょう。これが10年前の自分だと思ってください。で時間は下から上に流れているとしましょう、ね。そして下から上に流れているので、 10年前の自分から、10年前ですね。10年前の自分から今の自分が真ん中くらいにいます。10年前。はい。で今の自分がね、この真ん中ら辺にいます。今。で、えー、実はですね、10年前。いや、本当は社長になってたんじゃないのかと。今ね。いや、本当はなんか政治家になってたんじゃないのかね。そんな思いがね、ありますよね。10年前の自分を思い出してください。ね。 いや本当はいや今ね、課長だけど、本当は部長になっていてもおかしくなかったんじゃないのか、ね。かそれどころか、もっと悪い自分もいたかもしれませんね。ひょっとしたらもうなんか破産して、もう路頭に迷ってる自分がいたかもしれないし、はたまたあのちょっとね、えー、悪いことに手を染めてしまって、刑務所にぶち込まれてる自分もいるかもしれない。10年前の自分からいるといろんな確率の自分が今に向かっていたはずです。まあ、こんな感じですね。 ーと時間の確率がね、10年前から見たら広がってるわけですよ。でも、今は残念ながらというかね、現実としてあのなりたい自分ではないかもしれない自分、まあまあ、今、ここにいたとしましょう、ね。この自分に、今の自分になったと。じゃあ、なんでこれになったんですか、一番いいのをと取ってきたのっていう問題がある。じゃあ、10年前に戻っていきましょう。10年前の朝、起きました。 あ、ね、えみ、えー、あ今日も仕事かあ、目覚ましがなった。はい、目覚ましをスヌーズにして、もう一眠りする。はい、バッと起きて、顔を洗うという選択肢があったんです、10年前。ねえ、このまあどっちを選んだか知りませんよ。知りませんけど、まあ、こうバッと起きたとして、バッと起きたら、まあ、よし、じゃテレビをつけるか、よし、コーヒーを飲むかみたいなその選択肢があったわけです。で、テレビをつけたら、たまたまここでニュースがあったと。 このニュースを見ていたから、次の日、えー、なんかこうなったみたいなのがあったとしますね。で、これをスヌーズにしてたら、スヌーズに一発して、またスヌーズにするかあの、起きるかみたいなのが出てくるわけです。で、スヌーズにしてたら、また寝るかもしれないし、まあ、ここで起きたとしましょう。ここで起きてたら、テレビをつけるってやっても、このニュース見,見れなかったですね。ということは、ここで一回スヌーズにしてやっていったら、こう今ね、ここ、わかりますこれ、いろんなギザ,ギザ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 ってこう来ましたよね、いろんな人生が。 この人はいきなり起きてニュースを見て、そして次の日、なんか会社でね、沢君、そんなこと知ってるのか、勉強熱心だねとか言,って言われてたかもしれないです。でも、この人はスムーズして、いや、もう一回寝ようっつって、ね、駆け足しながら、あのうわ、今日も遅刻だとか言っ,て言ってたかもしれません。このように自分の人生は、実はこの時には一つでしたけれども、ギザザギ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 ザ,ギザって、いろんな風な選択肢を取って、毎日進んでるわけです。 だから、最初はこのくらい可能性があったわけですね。最初はこのくらいいろんな可能性が自分にありました。10年後何になるのか。ある日突然このギザギザをやってる瞬間、ここに来たら、ここからこの可能性しかなくなるわけですよ。だから、この人とこの人にはなれるかもしれないけど、この人とこの人にはもうなれないみたいな日がある日来るわけですね。この人、この人がまたここでギザ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 ,ギザやって、これになったり、 ここでこっちを選んでたらこうなってたかもしれない。このギザギザ1日に何回やってると思いますか。これね諸説ありますけれども、1日に大体6万回くらいやってます。なんでかっていうとね、あの人間っていうのはあの脳の至るところでいろんな計算やってて、例えば脳梁っていう脳を右脳と左脳をこう接結合させてる神経神経軸策があるんですけど、そこを病気で切らなきゃいけなくなった人がいるんですね。そこ切っちゃうと右脳と左脳の連結がこう切れるわけですよ。そしたらその人何やるやり出すかっていうと。 あの服をねあ、寝ようかなと思って、服を脱いでるときにボタンを外していくわけですね、寝るから。で、ボタン外して、よし、寝るかと思ったら、ボタンがはまってるわけですよ。あれさっき外したと思ったのになって、また外すんです。また外したら、またね、あれ今外したらまたボタンがはまってる、おかしいなって思って、鏡見ながらやったら、右手でボタンを外しながら、左手でボタンをはめていた。左手は右脳が制御してるんですね。で、右手は左脳が制御してるんですね。それが脳量を切っちゃったから、そうな これはどういうことかというと、まあ、右手の方は早く寝ようと思ってた、その右手を動かしている左の脳はですね。で逆の脳はまだ寝たくないと思ってたのかどうかわからないですけど、意識は一つなんですけれども、脳のあちこちでいろんなことを同時に考えてるってことなんです。そして、まあ、1秒間、大体ね、あのー、1日8時間、まあ、10時間くらい起きてたとして1、1時間が3600秒ですよね。そしたら3万6000秒くらいあるわけですよ。で1秒に1回くらい何か考えてるんですよ、人間は。その… 細かいことでね、あれしたいな、水飲みたいな、お腹すいたなとかね。それを全部、一個一個、何かしら、それはいいやとかね。やっぱ水飲もうとか、決めてるわけです。それが脳のあちこちで行われてるわけですね。これだからこのギザギザが1日で6万回、1日6万回あって、しかもそれが10年間、そのくらいこうギザギザして、ここにたどり着いたんです。いいですかじゃその一つ一つ、わざと、 悪いの選ぼうと思って、ね、なりたい自分になれないやつ選ぼうって思ったときって、1回でもありましたかそうです、ないんです。ないのになぜ、本当は僕、これになりたかったんだって思ってたのに、ね、この時は10年後、つまり今ですね、10年後、これになるんだって思ってたかもしれませんこれになるんだと思いながら、なんでこれになっちゃったそのメカニズムを一言で今から説明します。 一番いいと思って選んでいたのは、この人の価値観で一番いいものを選んできたんですね。今、眠い。今、眠い。スヌーズだ。よし、じゃあ、テレビを見よう。誰の価値観で一番いいやつですかじゃ例えばここで、政治家のパーティーにあるんだけど、行かない行かないって、ね。ここで行くって言ってたらこう、こうなってたかもしれないですよ。わかですけど。政治家のパーティー誰 えちなみに、あ、行ってみたいな。えあ参加費10万円です。行かない <laughs> ね。だから、それ,それ誰、誰が最良だと思ったんですか行かないのが最良だと思ったから行かないんですよね。そうです。だから、自分の価値観なんですね。じゃあ、今の自分の価値観、まあ、然当然ね、いろんな経験を経て、ここに行くまでに自分の価値観、多少変わります。多少変わりますが、過去の自分を、 正しいと思っているので、大幅に変更するような決断というのはできますかそうなんです、できないんです、ね。今自分が正しいと思っていること突然変えろっていうのはできないんです。じゃあ、一つ例を出しましょうか。ね、今すぐ銀行強盗に行ってください。ね、今すぐ銀行強盗してきてください。はい、できませんね。なぜならば、銀行強盗はしてはいけないという価値観を持っているからです。やれって言われても、自分の子供が殺されないるくらいの衝撃がない限り、多分やらないですね。そのくらい 自分のの持っている価値観っていうのも絶対的なものなもんです今オウム真理教に入ってくださいって言ったら入りますか入らないですよね。なんでですかあなたの価値観が入るもんじゃないって決めてるからなんです。それくらい自分の価値観を覆すことは難しいんですね。はっきり言ってできないです。でも自分の価値観じゃない人間の価値観以外で動いて いいかなななと絶対これにならないわけですだって価値観どおりに生きてきて今ここに来たんですからね一日に6万回 10, 10年間やってきたんです今から今から今日一番面白くて大切なことを一言で言いますよこの10年間と同じことがここから10年後も全く同じように起こるんです10年後これになりたい政治家になりたい10年後医者になりたいまあね今年だとねもう医者とかいないかもしれないですけどね 10年後社長になりたいとかって、ね、こんな社長になりたいって言ってるかも、言ってると思います。正直言います。慣れません。なぜならば、今の自分の価値観で選択し続ける限り、今の自分の延長線上の自分にしかなれないからです。どんなチャンスが来ても、それをチャンスと気づくこともできない今の自分の価値観です。あの、はっきり言います。今日、あの、一日生きてきて、 1>, 1億円もらうチャンスが3回くらいあったと思います。でも、気づいてません。例えば、すれ違った全員に話しかけて、優しくして、1億円もらえるっていう可能性があったかもしれません。その相続とかね、わかんないけど、でも気づきもしません。なぜならば、そういう人たちに、えー、声をかけるという価値観を持っていない。そういうい あなたお金持ちですかあなたお金持ちですかって、ね、電車の中の全員に声かけるとかね、まあ、電車に乗ってる人はね大体そんなにお金持ちいませんけれども、あの <laughs> そういう価値観、だから例えば本当にお金持ち、今日何かの間違いでね、そういうお金持ちしか行かないクラブに、はーいつって入ってって、ねあ、いい話あるけど、私も混ぜてとか言って言うような人間だったら、今日そういう人たちにあの会えたはずです。なんで会わなかったんですかそうです 私はそういうところに行かない人間だという自分の価値観がそういう行動をさせないわけですね。もし、さっき銀行強盗やってきてください。無理ですっていうのじゃなくて、銀行強盗やってきてください。わかりましたって本当にもうすでに言ってるような人。こういう人だったら、今の話を聞いて、あそうなのかって,ってね、よっしゃ、六本木のクラブに、レッツゴーとか言ってあの、ひょっとしたら行っちゃうかもしれない。ね、で六本木のクラブで、なんかね、ちょっとそのタクシーの中で、パーンって、か,かっこいいイメーカーなんかしてね。 とか言いながらあの <laughs> いい話あるよとか言ってね、別になくてもいいんです、ね。それで面白い話してさ、友達になってね、おじゃあ今度飲み会おいでよと、わ我が家においでよね、我が家に他人知らない人呼びませんという価値観の人、ね、あのそういうチャンス来ますか来にくいですよね。全部そうなんです。一時が万事、このギザギザはだてに6万回かける10年間ないです。でこれがはっきり言います。 20年先だったら何にでもなれます。だってこれものすごい角度で広がってるでしょ、これ。だから選択を間違え続ければ、ここから先はもうね、東京湾に沈んでるとか、そういう選択肢で生きてないかもしれないですね。<laughs> 魚の餌になってましたみたいな。刑務所にぶち込まれてますみたいな。 ね、刑務所にぶち込まれるのが悪いという価値観すらも、ひょっとしたら疑わないといけないかもしれないね。大体さ、すごい人って、歴史上ね、名を残した人って、大体一度は刑務所にぶち込まれてますからね。さて、もう,もう一度、こう今日のね、この話を整理したいと思います。この黄色い枠、この三角形、これ何ですかこれがあなたの価値観です。あなたの価値観の延長線上の選択肢以外は、あなたは、 私もそうですけども、心地悪すぎて選べないんですね。どんなチャンスが来ても。これはすごい。1億円の投資、これをあなたしたら、ものすごいことが起きます。うわ、すごい。でも1億円持ってねえよ。あまりいいここで本物の、ね、価値観を持ってる人は1億円どうしますか何が何でもかき集めます。これは本当の人生のチャンスだと思ったら。家もね、親も全部抵当に入れて、その1億円をかき集めて、 っていうかそういう友達が、えー、いやあの100万円ずつくらい、ね、自分にくれるような友達が100人いたらあの1億円かき集められるわけですよね。そのか1億円かき集めてそこにぶっ込むんです。いやいやいや、それは分からんねって言ってる人は、まあ、そのチャンスは来ないでしょうしだから、つまり1回くらい、ね、1億円の投資するみたいな話は、ね、大体詐欺ですからやめてくださいね。 あの仮想通貨とか大体詐欺なんでやめてくださいよ。澤、ね、が言ったから一億円突っ込んだんです、消えましたってやめてくださいよ。大 <laughs> 体 <laughs> <えっ> <laughs> ね、そういうねチャンスが来ても、チャンスが来たーってね、そういう選択肢をギザギザね、この辺でギザギ,ギ,ギ,ギザってやってたけど、こうチャンスが来てギザーって来てもうわ心地悪いって言って戻ります。なぜなぜらばこの三角形が 自分の価値観なんで、自分の価値観の外に行ったとき何が起こりますかそうです。心地悪いんです。居心地が悪いんです。ね ?1 億円差し出せって言われたとき居心地いいですかうわマジかもう、ね、居心地悪くな,るな,るならない方法として無理っていうのがあるんです。別に無理じゃないです。はっきり言って銀行ごとしてきても1億円稼ぐっていう人はいるから銀行ごとがいるんですよね。 ね、だから無理じゃないんです。ね、ねはい、やめてくださいさあ銀行ごとしなさいって言ったから来たんです、手を挙げろって、やめてくださいよ <laughs> あ、まあ。それはね、分かりやすい一例として、逆にね、こういうのもいかないんです。今からヤクザの会合があるけど、君特別にさね、あのー、参加させてあげるけど、来るうわー、ヤクザ、気持ち悪いって言って、また戻ってくるわけです。だから、どんなチャンスとか、どんなすごい大変なことがあっても、必ずこの価値観の中に戻ってくるんですね。 戻ってくるんですよだから、この価値観の範囲内の自分にしかならないんですじゃあ、この人になる方法、この人になる方法はどうするんですかそうです、簡単です。自分の価値観を、これね、いきなりね、本当はこうしたらいいんだけど、いきなりこうするの、自分の価値観全部捨ててるからね、これ難しいです。だからまあ、こんくらいにするんでしょうね。でもこれだと遅いです。なぜならば、 なりたい自分を達成している自分達成した自分だったらどういう価値観で生きていたのか生きているのかっていうのに従ってきたらこれですよねこれこの価値観これになりたいと決めた時にこれを一番簡単に達成する方法はこれをすでに達成した自分が今はいないですけど今から見てこの時にはいるわけです10年後は。 可能性として、薄い確率で。でも、慣れない、なんでか、自分の価値観を信用している。信用している限り、そういうチャンスや行動、チャンスが来てもそういう行動を取れないですし、居心地が悪いって戻ってくるわけですね。そして、この自分、今の自分の最高にいい価値観、例えば今日は眠いから寝る、これも自分の価値観に基づいた判断ですね。別に寝たかったら寝ていいんですよ、私も毎日寝まくってます。 でもそれで、その今の自分の価値観で一番いいものを選択している限り、これになれますかなれません。チャンスが来てもなれません。無理って言って、そのチャンスを全部捨てて歩くだけです。そしてそのチャンスを見つけに行くこともしません。さっきお伝えした時間にレバレッジをかける方法とチャンスをつかむ方法をやったとしても、無理、チャンスがありませんでしたっていう人生を過ごすだけです。なぜならば自分の価値観がそうなっているから。 でも、成功者は全部、ね、あの神様がくれた最高の贈り物だと思って受け取って受け取って、うわこれチャンスなのかなーつってね無理あの、無理のない範囲でそれを取っていきます。あのね、大爆地はね、しちゃいけないんですよ。あのその一撃で死んでしまうような爆地、例えば前財産を破産するとかね、家族が路頭を埋め合わすとか、そういう大爆地をしたらあの、確率論的に大体負けますので、やめてくださいね。ただ 大して失うものもないリスクを人間は大きく見てるわけですよね。例えば、恥を書くからやめよう。恥書いたっていいじゃないですかってね。<laughs> そんな恥書くの私嫌なんですっていう価値観を持ってる人は、もう失敗を取れないので、失敗を取,れな取らなければ経験もないので、ね、あの何も自分の,そのチャンスも来ないですし。 自分の行動は進化していきません。ということでね、今日はね、なりたい自分になるためのこのギザギザの話をしましたけど、まとめます。一言で言います。なりたい自分になる方法はこれだけです。えー、この図で言うとどれでしたかね、あこれですね。じゃちょっと色変えましょう。この人になりたいとします。そして今、ここにいるとします、ね。この人になる方法は、これをすでに達成した未来の自分。今はいますよね。 10年後にいるかどうか分かんないですよ。10年後はこれ、こうなってるかもしれないですよ。ただ、今はいます。薄い確率で。なぜならば、ここに至る道筋というのは、今は存在しているわけです。でも、この辺まで来ちゃうと、ここから先は、この範囲内の自分、この範囲内の自分にしかなれないので、もうここまで来たら、もうこれになれないっていう日がいつか来ます。じゃあ、 でも、でもなんでねこう、このギザギザを選ばないで、こっちを選んだんですかどっかで,どっかで分かれ道があった、この辺で分かれ道があったかもしれない。ここの分かれ道で一回ミスったから、あなたはこうなったんじゃないんです。あなたの価値観が何度でも、ここでこういくチャンスがあっても、こう戻ってきた、こういくチャンスがあっても、こう戻ってきたんです。それなぜですかあなたの価値観、自分の価値観を信じてるからです。 で自分の価値観を信じないというのは超難しいという話を先ほどいたしました。一言で言います。これを達成した未来の自分の価値観で今日から生きる。これ半端じゃないですよ。だって今の自分だと到底無理なことをこの人はやってますからね。だってこれを達成した人ですから。これを達成した人だったら今私が無理って思ってることを当たり前のようにやってる人ですよ、これは。そうですよね。 だってこれ達成した人、だからこの人に名前を付けてください。だから私の場合は沢茂みなので、例えばこの人、これが茂みだったとしたら、この人は茂しげみという名前を付けてください。ね、茂しげきでもいいですけどね。はい、この茂しげみに、茂しげみだったらどういう価値観で今日生きているのか、このチャンスに巡り合ったときにどういう行動をとるのか。 このチャンスをまだ来ないチャンスを導くためにどんな行動をとっていたのかという未来からの逆算です。ここになれるってことは、ここからこうギ,ザギ,ザギ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 ザしたこのパスが今の自分につながってるはずですよね。っていうかもう究極の選択をしまくらないとここになれないわけじゃないんです。何回もこういうパスもあるし、こういうパスもあるし、もう何目通りもあってここにたどり着くことができるでしょう。でも結局、それを やり続けるっていううのは何ですかそうですすかそ自分の価値観です。自分の価値観がこの人になっていない限りどんなチャンスが来ても無駄なんです。だからまず最初にやるべきことはどんな自分に10年後20年後なりたいんですか。10年後だと、ね、結構すぐでおおい 10年後こうなってんだったら、おい、5年後こうなってなきゃいけなくて、5年後こうなってんだったら、3年後、2年後、1年後こうなってなきゃいけないんじゃねえか、無理ってなるんで、20年後くらいがいいんじゃないですか。20年後くらいにこうなってる。だとしたら、10年後こうなってる。ね。この人がいるってことは、確実にこれ10年後だとしたら、ここに5年後に、この人いましたよね。だって、この人の過去の話ですから。で、その3年、今から3年後にはこの辺ですかね。 にいたわけです。今から1年後にはこの辺にいたわけです、この人この人がいたということは、この人の過去、9年,9年前の,こ,のこれがいたわけです。で、この人と今の自分は近い,近いけど、この人と 8, 8年後のこの辺りの人とこの人はちょっと遠いですよね。そうやって、これはの専門用語でチャンクダウンって言いますけど、肉をこう細かく切っていく。ね ゾウ匹食べろって言われたら無理ってなるけど、ね、それを超ちっちゃく切っていったら、まあね、1年くらい食べられるかなっていうあの、ちょっとずつ食べられるわけですよ。これ、チャンクダウンっていう方法ですけど、こうね、あの5年後、10年後、えー、10年後を設定して、5年後、3年後、1年後、半年後、そして1ヶ月後も自分は一体ここにたどり着くために何やってるのかっていうのを見つけていく。これ以外にはっきり言います。 これ以外になりたい方法、なりたい自分になる方法はありません。まずこれを作ってください。しげしげみを明らかにするんです。その上で価値観が、どんな価値観かわからねえよーって言ってる人がなれますかなれません。とりあえずわかんない。わかんないけど、この人だったらこういう価値観で行動してるんだろうな。人前でセミナーに出たときに、絶対に一番最初に 手を挙げて質問するとかって決めている価値観の人といやまあ誰も手を挙げなかったら手を挙げようかななんて思ってる価値観の人ねどっちがなりたい自分になってるんですか後者がなりたい自分だったらそうすればいいんですよ。なりたい自分がすでに達成している人の性格とかね。で、ね、そらくほとんどの場合なりたい自分はそうい,う、ね、もういろんなところで積極的にアグレッシブに全てのチャンスを掴んでるような自分の価値観を持ってると思うのでまずはね 何があっても最初に質問するとかね、そういったところをあの自分の価値観に据えてみて、そういうことね、もうすでにやってます、当たり前ですっていう人はさらにアップデートしてね、やっていくといいんじゃないかなと思います。なぜか、あなたの人生にブレーキを踏んでるのは誰ですか私があなたの人生にブレーキ踏めますかそうです。あなたの人生にもしブレーキを踏める人がいたら、それはあなた自身以外にないんです。 本当ははここうななりたたかったのに今はこんな感じなんですじゃないんです。あなたが選んでそこに来たんです。そこにブレーキを踏んでる人がいたとしたらそれは自分なんです。なんでブレーキを踏んだんですかそれがあなたの価値観だったんです。今日のお話ね、えー、以上ですけども最後に、えー、ちょっと質問。お話ありがとうございました。すごいい勉強にととうかすあもうとてもも また次のも楽しみになりました。いやいやはい。ありがとうございます。はい、ます質問してくださった大きな拍手を。をありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあもう一方くらいチャンスをつかむために一番簡単な方法は自分を暇にすることだという話をしましたけれども、そのためにどうやって時間を作り出したのかっていうことですね。いや素晴らしい質問です。ありがとうございます。 これはですね、私も国をやってるときにはね、はっきり言ってあんな話されても無理暇なんかない !24 時間全部仕事みたいなね、<laughs> 感じでした。えー、っと、うん、身も蓋もない話ですが、まずは経済的自由になることです。経済的自由は何を生むか、えー、っと、精神的自由と時間的自由が経済的自由とセットなので、 経済的自由を手に入れるとそのつつが自自動的的についてきます、あのー、で経済的自由の定義は自分が毎月使ってる、まあ、なんかあの家賃とかあの携帯電話とかこう必ず出ていくお金があるじゃないですか。それを上回る何もしないでもそれを上回るお金が入ってくるようなシステムを、えー、自分の努力で作り上げるっていうことが経済的自由に達成したっていう、まあ、よくファイヤーなんて言いますけどファイヤーした,したらね ファイヤーはあのリタイアアーリーですけど、リタイアは別にしないんですよ、人間って。時間があったら、その分何かをやって、この世の中に何か価値を提供するわけですね。なので、あのぜひ、はっきり言います、とっととファイヤーしてください。無理じゃないんです。ファイヤーできないよね、今の社会システムではと思っているその価値観は誰の価値観ですかそうです残念ながらあのそういうい教育を今まで受けてきた えー、自分の価値観なので、まずファイヤーをできると。ただね、ここでファイヤーをするために、あの投資ではなく、投機、投機に走るのやってくださいね。ねよくね、投資で全財産吸っちゃった、怖いよ、投資怖いよって、それはね、大体投資じゃなくて投機ですからね。投機っていうのは、機械、チャンスにこうバーンって突っ込むやつのことを投機って言いますね。だからあの、相場で今だみたいなやつですね。 あのレバレッジ1800倍とかね、なんかそういうやつです。<laughs> で投資っていうのは、あのしっかり勉強すればもう確実に勝てますし、あの一撃で、えー、もしやりたいんだったら、私は不動産をお勧めしておりますで。不動産の動画サイトなんかも、あの私の鬼ま虫チャンネルっていう、YouTube のところで、無料で出しているものもありますので、まあ、また個別にご連絡いただければ。 あのはっきり言って、不動産が一番簡単に自分の時間があの上がるような気がしますね。要は、銀行のふんどしを使って、銀行がリスクを背負ってくれて、銀行のお金で自分がにインカムが入るっていうのが、銀行が貸してくれないっていうのは危ないからやめなさいってことなんですね。まあ、その辺もちょっと詳しく解説してますんでね。はい、今ので回答になってたでしょうか。ありがとうございます。えー、今日うはこの辺でセミナー終わりたいと思いますけれども、いかがだったでしょうか。第2回もね これをさらにもうちょっと詳しく、この細部、この細部に我々の脳の中のメカニズムがどう関わってこうなっているのかというところを中心にお話ししていけたらなと思いますが、感想を書いていただくことがですね、まあ、私の喜びにな,なりますので是非、ぜひ、あと、鬼にまむしオープンチャットというのがありまして、これにまだ未加入の方はぜひ、ね、加入してみてください。あのここのあの ここでは述べきれてないようなあの動画とかもまあアップしてたりしますはい今日どうもありがとうございましたそれでは皆さんあなたの本当の人生にい、それでは